本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小竜祭です。本日は、ジャヒー様はくじけない、第5話を称して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。居酒屋魔王からで、あと、サムネがね、ありまして、で、アニメストアでは、魔法少女さんが、やっぱり、登場されるみたいなんですよね。ただ、怪しくないがね、 うん。はい。バリバリ働かれてますしね。まあ、あの、接客もオーダーも完璧じゃないですかまあ、サラさんそうだったんですけどね。前回のたった一回。はい、あ、本当素晴らしいですね。うん。本当っすよ。すごっ。はい、他にいればですけどね。うん。他にいるんすかリーダーというならば。はい。 バイトの中でというね。バイトを一人しかいらっしゃらないのでは。ははは。まあ、そうですね。ナンバー2には近いんじゃないですか。ああ、よかったですね。ただ、その、ハ、は、イ、い、か、他のバイトがね、うん。まあ、いいんじゃないですか。一人リーダー。<laughs> 別に何のうん、そう。だから、先週予想しましたけど、うーん、怪しくないでしょ あの魔法少女の方がついにいらっしゃって何の用事ですかっていうね。もう魔界はあなたのおかげでコーパーみじんに吹っ飛びましたけどまだ何か用があるんですか魔界を吹っ飛ばすぐらいの用事以上の用事って何かありましたっけっていうね。もう仕事終わったでしょうし、なんですけど、まああの人がまだ何かあんのか何があるんですかね本気で。わからんわ。わかんないけど、まあ何かあったとして、だから、じゃ、 あれかなお前魔界復興とか企んでねえだろうなって話 <laughs> それはひどい。まあ、そう、そうと決まったわけじゃないけど。そうだったらですけど。ね、戦ってますしね。か、なんか、なんか企んでんじゃないかと。魔界復興かなんかは知んないけど。なんで、その、保護観察対象としてジャヒー様を見に来て、で、怪しいかどうか。で、 まあ、その、わかんないですけど、そうかとか、まずは、その、魔法処女さんが怪しむかどうかもわかんないし、そうだったらですけどね。まあ、その観察官がポンコツで、全然怪しいところが見出せないとか、それの前触れなのかっていうね、今回のこの、冒頭での、ジャヒー様の、店員さんとしての、素晴らしい仕事ぶり。もう、板についたもんですよ。ね。帰る時うん。帰る時あの服でいいんじゃないかっていう。 感じはしますけどね。あ、これは、うん。これいつまで持ちますこの姿。なんか、代わり、ね、たまたま魔石の力が、うん、切れたはい。あ、その学校は何ですかはい。<laughs> なるほどね。あー。そうなんですよ。この辺ではちょっと、はい。これ魔界では清掃なんでしょうね。 ちょっと逃げると余計怪しいんですよ。なんでですか待っちゃいけませんよ。あ、ま、待っちゃいけい、逃げちゃいけませんよ。待たないといけないです。あ、そうなのあ、なんだ。じゃあもうわかるっしょなんだか。どういう用事の人なのか。どういう仕事の人なのかわかるでしょうん。あ、まあこれはよ、まあ別の意味。は迷子でしょうね。うん。見なしょうかなんか。は <laughs> 別、完全に別の、うん。 名乗りの、ね。なぜ名乗れ、ね、名乗れないのかっていうね。予想と実際が違いおマセキ、え、うん。マセキあんなんですかわかんないですけど、はい。マセキはだって、はん、あー、資材泥棒とかね。<laughs> 捕まってんじゃん、また。よくわかりましたね、この人。うん、そう。あの、一回ちゃんと話、あ、交番じゃん。書じゃなくて。あ、元に戻っちゃった。 これは以前の、あれか。ああ、なるほどね。そういうことがあった。うん。じゃあ、もういいじゃないですか、一旦。おまわりさん。うん。ああ、なるほどね。全部改装そうだったのね。<laughs> チャリより早いの。大したもんだな、ジャヒー様。うん。ジャヒー様の身体能力ね。強さね。素晴らしい、さすがです。大空さん。結局、こうな、あんたが追っかけるからでしょ。だって一回話聞いてんでしょ。 一回聞いてるとなったら話違いますよ。なんだまあ、そうかもしんないけど、その、初めて捕まえたのかと思ってたから、一回ちゃんと話したらと思いましたけど、もう、分かってんだったらなんでまた捕ま、いや、でも、これは、このおまりさんは意味わかんないっすわ。一回捕まえて話聞いたんだったらもういいっしょ。なんで二回三回捕まえる必要あるのまあ、この格好やめろっつって、 って聞かないんだったら別だけど、だったらその格好をまずやめさせることからっすよ。なぜ交番 <laughs> あ、通報があったから動かないで。あああ、不審な人物が寝うろついてるっていう通報は <laughs> おー。あなんだ。ああ、なんだなんだ。うん。魔法少女さんじゃあいいじゃん。ますます関係ないじゃん。うん。 あ、ジャヒー様。ねえ。覚えたら当たり前か。いきなり魔界ぶっ壊したやつだから。あ,あ、魔王様の魔石ね。うん。そうっすね。今まで意識してなかったの死んだぐらいだ。なんであの人ここにいいんすかなんでたまたまいいんすかこんな金。うん。でもわかんないっすよ。わかってんだけど。うん。本当はわかってんだけどわかんないっすよ、ジャヒー様。うん。 魔法少女なんていくらでもいるからなたまたまそのま魔界を滅ぼしたあの人かどうかわかんないああまあいいんじゃないですかそうなんだそういうことか、はあ、分かんなかっ分かんないこともないけどあ,あそうですか大丈夫ですかいきなり戦って魔界を滅ぼしたようなやつといきなり戦って大丈夫ですかまずは情報収集からでしょう敵を知り己を知れば百戦相変わらずと申しますけど <laughs> このセリフ本当に出るとはな <laughs>。前回、サルワさんにね、あんたそういうこと言うんじゃないのと。え、これ違うんじゃないですかあー、格好だけ魔法少女だから逆に怪しいか。あれ、スマホっすかスマホか。あれ、スマホ、自撮り棒か。なんだ。あの、でも、サムネにはね、あの魔法少女さんもいらっしゃるんですよ。まあ、怪しいっすけど、捕まえる。うん。 まあこれは私が想定したのと全然違いますけど、ね。だから言ったじゃないですか、ジャヒー様。魔法少女なんていくらでもいいんですよ。あの人とは限らないですよ。まさかこういう展開とは私も予想してませんでしたけど。ね。確かにちょっと近所迷惑では。うん。あ、なるほど。あ、へえ、そうなんだ。まあもういいんじゃないですか。うーん。 <laughs> まあ、そうっすよね。やめてほしいですからね。やめられるもんならやめてほしいんだよな。ジャヒー様のあの <laughs> やっぱ戻っちゃったね。長話になってる間に魔力が切れてしまったか。うん。そういう体質なんですよ。しょうがないですよ。ふん。そんなショックでした。魔法少女俺なんすよね。うん。 あれは魔法少女俺に出てきた皆さんも不審者の集まりだな。それ言わせんだったらな。まあでも、やっぱそういうことになったか、ここに、<laughs> この件魔法少女関係ないですね。濡れ切れもいいところですけどね。さーて、バイトに行かれるところに、あー今度こそ、こん、今度は本当に魔法少女さんじゃないですかじゃなかったわ。びっくりした。なんで親さんが風邪ひいて、ジャヒー様のとこに 風邪、はい。何しにいらっしゃったんですか家賃ですかはい。使か。あえそんな金ないんですよ。じゃあその分家賃下げてくださいよ。っていう話なんですよ。あんたが要,請要求するんだったら。魔族は風邪ひかないんですかドラゴンは風邪ひかないらしいですけどね。ああ、そんなこと言ってとてと大丈夫なんですかね。あんただ,だってわかんないでしょ。 こっちの世界のウイルスに耐性ないのは、ジャヒー様の方が危険かもしれないですよ。うん。ふん。こんなこと言っといてのフラグっぽいんだよな散々調子こいといてのフラグっぽいんだよな凄さまじ。うん。でも、店長が風邪だと、うん。あ、そっかそっかそっか。忘れてましたけど、そうだ。 小さい時と大きい時と両方、はい。引くな。これは。間違いないな。なーん,、うん。バカじゃないのか。ちょっと私、この人のファンやめていいですかバカすぎるんですけど。いい加減してくださいよ、ジャイヒー様。<laughs> あまりには。でも、ちゃんとあの、でっかい魔石で撮ったんだな。うん。 わかんないでしょあんた、ドゥルさんの時と、ドゥルさんと一緒の時も、そう言い訳したじゃないですか。だから人間界のウイルスと、ああ、あったのね。はい。だマら魔界の形と違うんでしょウイルスはその場所によって違うんですよ。なるほどね。そういうことがあったから、本当に、ここのそから調子乗ったわけですね。はい。こっちでは魔力関係ないんじゃないですか。免疫力の方が。はい。 免疫力だしあーあと魔力常時足りてないんじゃないですか魔界にいらっしゃる時のあのー、大きい方の姿だったら常に魔力が満タンなんで大丈夫だったとかうんあこれそうね看病してくれる人誰かいないかなねえ <laughs> 風邪の時に <laughs> 気合弱ってこうなりますよねそうそう,そう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 あるある うーん、そうかな。まあ、その調子の出た罰が今当たってんのかもしれないですけどね。毎回本当にあらゆる天罰というか不幸に遭遇されますね。うん。ねえ。他にも、他にも誰もいらっしゃいませんからね。ドゥルさんとかじゃないおおさすがですね。すぐ思いつきますよね、ドゥルさんのことは。ははは。 そんなドゥルーさんなら見てみたいですけどね、逆にね。あの人何があったらっていうね。そう、携帯もないしね。<laughs> かわいそうに <laughs>。まあ、風なんですけどね、散々バカにしてた。その風で、完全にもう心漏れて。うん。まあね、私も今ね、先週お話しましたけど。喉悪いんですよね。まあもうちょっと先ですわ。色々始まるんだね。さあ、誰かいらっしゃるってくれるかな。大谷さんとかね。 いらっしゃると、ありがたいんですけど、どっちだろう。あらまさかの店長。あなただって風邪で大変だったはずなのに、まさか、てん、ああ、それ危ないですね。うん。まさか店長を来てくれると思わなかったな。ずーっとお世話にな、ああ、ありがとうございます。 寂しい話ですけど、ただのご飯までいただき、うーん。ね、病み上がりでしょうね、店長。そうなんですけど。はい。ありがとうございます。完全に、熱くないですかぜー様。よかったっすね。<laughs> 変わらしいですけどね。いやー、ほんと店長、申し訳ないわ。ありがたいし、うん。またしても、店長の、 言われてますけどね。あらあらお母さんっていうね。うん。<laughs> 買ってきてくれたんでしょういろいろと。感謝しなさい。じゃあ、ひつま。うん。まさか、姉妹揃っ、あら。これもただですかすいませんね。お金のことばっかさっきから申し上げて。前回の6円の衝撃がありますから、ね。うん。いいじゃないですか。素直に感謝しとけ。まあ、ねえ。 まあ散々馬鹿してたことありますけどね。あの、風の人と、足し話してって映ったんか、ってありますけど。まあやっぱ、魔族だけど映るんだ。ドラゴンには映んないけど、ま、魔族には映るか。まあわかんないですけどね。トールさんだってね、本には言ってましたけど。フん。これいつかわかんないけど、家賃一回払ってもらったんですよね。<laughs> 返事の仕方。からし。 ありがとうございました、お母さん。おかげで、こちらの、ジャーゴさん分け、ありがとうございます。いたれりつくせりっすね。うん。よかったっすね、ジャッヒー様ね。一人だと思っていたら、こんなにジャッヒー様のことを心配して、いたわってくれる人いらっしゃいましたね。うん。人間界もそういうもんじゃないな。ね。はい。今度誰だろう。今度こそ魔法少女さんか だいぶ、ね、いろんな、今度こそか、今度こそかと思わせといて、やっとか、はい。こああ、はい。一発で分かりましたね。まだ名前も分かんない。はい。なんで分かったんだ、ここは。そういえば、そう、そういえばそうなんですよ。はい。んあはい。な、え、あそうなんだ。へじゃあなんで偶然そんな、 このセリフ好きだなうんそうっすねいや今は油断さしといて準備万端整まああひどいぞ魔法少女さんこんな小さな子供に暴力を振るってふん <laughs> 思ってたよりよっぽど弱かったさうっやっぱ魔法魔法少女の皆さんってなぜこんな怪物みたいなわ え腕力してるんですかうん。完全にまじ、ね、桃色魔法少女さんですよね。魔石を置いとくと危ないから私が回収するっていう要件か。はあ、絶対まー、まあ出たねこれ、頭蓋骨に角があるっていうね、ショックを与えられてましたけど。うん。危ないからよこせってことなのかなぁ。は <laughs> わらしい。はい。何死にいらっしゃったんだろうな。あっ

助かりました。うん。必要あるかどうかはこっちは決めることなんだよ。うん。じゃあ警察にそう言え。話は書で聞こうじゃないか。貴様が怪しいかどうかは我々が決める。勝手に名乗ってるがいい。なんで怪しくないんだったらそんな抵抗する必要が、はい。抵抗する必要ないだろうが。関係に対して。なんなのなの、タイは。まあ、魔石の回収に来たんだろうな。なるほどね。 あー <laughs>、そんなに怖かったっすか。と、とりあえずお礼言っといたら、ありがとうございます。うん。そういう、わかんないな、まだ、あの人、本当に、じゃあなんで魔石集めてんだとかね、いろいろありますけど。ああ、また、<laughs> まあ、変わらしいですよね、毎回ね。 そうなんだけど、うん。ああ、よかった。あのー、店長はね、毎回毎回、さらに重ねて、お世話、<laughs> 完全に子供じゃん。うん。お世話にな,なりっぱなしの店長ですけど、大わさんがね、今回味方ですし、大わさんもいろいろ助けてくれて、ね、可わいらしいお話たくさんありましたね。おわさん、いつもね、め あれなんですよね。目があの目なんですよね。あれは今んところしてきないですけど。なんでなん誰か言ってもおかしくないんだよな。あの目は、っていう。なんか死んだ目とか、ね、夢の中で急敵を打ちのめしていい気になってる。はぁ、そうっすね。まあせめて夢の中でだけではね。はぁ、はぁ、はぁ。幸せな夢をご覧になっていってください。ははは めちゃめちゃ面白いわ、これは。ああ、なるほどね。でも全然わかんなかったわ。怪しくないああ、なるほど。なんだろうなと思っていて、で、サムネがね、デアアニメストア配信版だとサムネがありまして、魔法少女さんがいらっしゃってたんで、魔法少女さんが怪しむ流れかと。で、怪しんでる人に限って怪しいところを見出せないみたいなと思ったら、警察の皆さんでしたか。やっぱ、ああいうのは、 ねそうっすよね。言われるんですよね。うーん、ただねジャヒー様に服を買ってくださいっていうのは酷なんで。ねえ、ただね、誰か来ないかつたって店長をね、これ以上いろいろお世話になるのはあまりにもだし、このシャツのね、下りも手に入れてどうしたかとか、その話は出てくんのか分かりませんけど、なんで今予想でしかないですけど、 手に入った泣けなしの T シャツに魔界復興って手書きなのかと。なんで一長羅なのかと。あのシャツがね。そういえば、ドゥルイさんね、またいらっしゃらなかったですね。やっぱ、そう、困った時はドゥルイさんに、なんか倒ればいいんじゃないかというのはね、毎回のように言われてるんですけど、やっぱあんまり、その格差というか、調子しなきゃいけなくて、会いたくないのか分かんないですけど、あんまりジャッヒー様の方からは、 連絡取ったりとか。ああ、今度は、えー、宇宙海賊漫画家。今度なんだ、プロレスラーかなでーす、かねはっはっは家賃取り立てに <laughs>。ただの大家だったはずなんですけどね。別に債権回収業者じゃなかったはずなんだけど。うん。まあでも、はい、わかりました。筋不明かうん。 うんうん、うん、うん。なかなかの、はい。なかなかですね。これも多分おまけ漫画のなんでしょうね。これはもう毎回あんのかな。はい。は <laughs> おうやっていうね。りょうさんのはずなんだけど、はい。これ、そう、まあ、本編での設定というか、ご本人たちの、 能力が反映されてるかどうか分かんないですけど、ジャヒ <laughs> この場で家賃を <laughs> 家賃を払うかどうかをかけたデスマッチじゃなかったはずだが、プロレスなのでは。ね。ジャヒ様ってどんぐらい強いんですかね。とうとう魔法少女と、この二人はこの一言ずつ以外に交わす言葉はないのかな。家賃払えと嫌じゃ、ははは。 <laughs> でナイスでは触れぬっていうねさすがでございますね,ねこれしか言ってないですもんね口を開けばこれしか言わない2人だなっていうねなんで魔法少女さんがいらっしゃるってことはジャヒー様の強さわかるかなと思ったんですけどね取り立てのために鍛えに鍛えたこの両腕ですか家賃を取り立てるっていうのはもう一つの 専門家の領域になってますよね。この方の場合はですけどね。なんで家賃はそのまま取り立てるものになったんだろうっていうね。これは後でね。<laughs> <laughs> でもずーっとこれ、リングにまで家賃を持ち込むかどうかが、ああ、なるほどね。どうやら本当に家賃を払うかどうかをかけた仁義なき戦いだったみたいですね。これで負けた方がほ、待てよ。これ負けた方さって、 まあ別にそういう細かい設定はいいんでしょう。うん。<laughs> もうなんか家賃を払わないことがなんか一つの心情になってますよね。うん。これがね、どのぐらい強いかなんですよね、ジャヒー様ね。これぐらいのことができれば、魔力があればか、うん。魔石集めは、前回集め終わりましたっけ一つぐらいは。 一つくらい見つけましたっけ <laughs> 家賃を払わないことがそんなにですかあい、うち。<laughs> どんだけなんだ何回やってんだ <laughs> 僕たちは私たち。<laughs> 家賃を巡る。な、なんでちんけな一応あるんですけど、なんでちんけなつすごい、すごい。あ解説、はい なですかどうされました多分だけど、はい。リング上でこんな、ああ、まあ、はい。勝てそうもないのは、異論ございませんわ。誰にだろうな。とうとう、次回は、正面切って魔法少女さんと戦うのかわかんないですけど。なるほどね。ね、今回ね、魔法少女さんが、とうとうお目見えかと。 思いまして、待ち構えていると、次から次に魔法少女さんと思いきやというね、方の登場があって、本当にご本人がご登場になった時には、あ、なんだ魔法少女かと。今度は本当かというね、感じになって、むしろ片透かしみたいになりましたけど、ただ登場してすぐに連れてかれちゃいましたんで、謎はまだほとんど残ったまますね。唯一分かったのは、先週ご登場の誰かさんと違って、ジャヒー様に認識されてんのが、 確定したということですね。サルワさんは、ね、今回、出番0秒でしたし、これはまあ当分、ジャヒー様に認識されないまま、ね、前回申し上げましたけど、<laughs> 今回 <laughs>、前回サルワさん、ね、背後から押そうとして、油断してるところをついて、とかおっしゃってるんで、いやいや、ここだったら100年目でしょう。と思ってたら、今回ジャヒー様がね、やっぱそうっすよね、ここだったら100年目っすよ、まずは。 言わなきゃいけないことは、急的、宿的に対しては、ですけど、とうとうサルワさんがそうやって、ジャヒー様に、正面切って挑みかかった時に、まず誰じゃお主、っていうね、話から始めないといけない、可能性ありますよね、とかね、思っていたら今回、全くご登場ないと。で、魔法少女さんは、まあ当然かもしれないですけど、ジャヒー様はしっかり覚えてらっしゃいますし、なんで偶然やっぱりね、その、魔界が崩壊して、 吹っ飛ばされてきた人たちと魔法少女さんがご近所にいらっしゃるのかわかんないですけど、魔法少女さんは今回色々わかると思ったんですよね。まずお名前ぐらいはね、魔法少女としかクレディットを見るというちょっとずるい技を使いますか。これシャローズハウスの時にね、日本語を読める人間だけができるずるい技と言ってこの奥の手を駆使したんですけど、結局わかんなかったっていうね、ことありましたけど、あ、わかんねえわ。魔法少女。上坂すみれさんなの あったまわしいんじゃないのこの作品の配役。え、なんか、その、なんだなんでここまでするんだ <laughs> 今、パーンって頭に浮かんできて、思わず言いそうになって、思いとどまりましたけど、いや、これはね、ね申し訳ないですけど、素直に心に浮かんだままを申し上げると、たかがジャヒー様っすよ。この人っすよ。この人をめぐる物語が果たしてあんのかと、いろいろね、あの、感動的だったり、変わらしい、 いいじましい場面場面はあるんですけどジャヒー様の奮闘とかあるんですけどこれはもうそのスタジオさんならスタジオさんの総力を挙げたこの一戦に全てをかけるぐらいの勝負に出た大作の時の顔ぶれっすよこのキャスト一覧はおかしいっすよこれその作品の規模とキャストの豪華さが合ってない<笑><笑>っていうね <laughs> でもそうっすよねうんこれは恐ろしいなでもやっぱりねそうズルはできないようになってんだな魔法少女さんとしか分かんないですわ あとこの作品ではね、その当初から特徴的だったのが、店長大屋さん名前ないんですよね。今回もね、リングネームまで大屋となってましたし、呼び名でりょうちゃんと一回会ったのが稀なぐらい。店長未だにわかんないですしね。これもね、以前申し上げましたけど。なんで、あのー、おっさん魔法少女さんか、堀秀幸さんか。あの人もお名前はないんで、 これは、その、ゾラアスター教を転居としているお名前がない、要は日本人の名前の方は、肩書きで呼ばれるのかなというね、そういう法則があるのか。その、ゾラアスター教の世界の中に出てくる魔族としてのお名前は、ここにちゃんとお持ちの方は出てくると。ジャヒー様、ドルージさん、サルワさんと。なんでね、そうやって分かれてんのかなっていう、なんかそんな法則が見えますけど。いや、びっくりした。上坂さんね。 わかんなかったな。わかんないか。私、上坂さんほとんど存じ上げないですよね。多分だけど、すごい、頻繁に、いろんな作品で、付箋されてる作品の中でも、私が主張した、で、多分今後も、主張していくだろう作品。まあ、あ要は、政治 DCT とか、スライスオブライフ、スライスオブライフコメディの作品だと、結構、稀ですよ。これ以前なんだっていう。ガルパンじゃん下手すっと。上坂さんね。大きい作品だとね。ガルパンのノンナはね、 皆さんご存知でしょうし、私もよく覚えてますわ。ただ、やっぱりね、ああいうリりしくってかっこいい系の女の人は確かにね、上坂さんぴったりですけど、上坂さんね、覚えてないだけで、私が視聴してきた作品、すごいすれ違ってるんだろうなというね、テレビアニメ。ね、こんだけ有名で、どこでもだいたいしょっちゅういろんなところでお見かけする方の中で、すごくすれ違ってるなーっていうね、すごいっすよ。 2021年の主役級だけでも1,2,3,4,5,6,7作品ありますしね。こんなに主役級ばっかりやる人いるかっていうね。うん。うん。なのに、私が主聴してきた作品の中では、ね、すごいすれ違ってる。あ、モンロー先輩か。いらっしゃいましたね。あ、そっか、モンロー先輩か。このモンロー先輩が、本当に珍しく、私の主聴作品に主役級でいらっしゃる。 誰ってわかるね。カタカ上坂さんの。うーん、あとはやっぱり、ポプテピピックは例外っすよ。ね。これは、美ガ子さんの時にもね、申し上げましたけど、あとはそうっすね。やっぱりね。うん、そうなんすよ。でもまあ、実は、すごいおなじみのって思ってた、小松さんより最近の作品で、こうやすね。でお会いしてるか。なるほど、なるほど。でも、こんだけ、不正されてて。 やっぱり私の視聴傾向っていうのは偏ってんだなっていうね、ことを改めて実感しましたけど、ね登場時間も短かったですし、結局、その多分だけど、救済魔石はやっぱり人間が持ってると危ないっていうやつですかだから店長が、なんで店長平気なのと思った要素の一個でもありましたけど、やっぱり危ないから、あれか、自分があの魔王の魔石をコッパみじんにして、で魔界を崩壊させた結果、 生き残りの魔族と一緒に魔石がこの地上に降り注いだんで、その出来事の原因となった自分が回収して回らねば人間に悪影響があるから、っていうことで回収して回ってるかな。なるほどなるほど。そうだったらなんとなく魔法少女さんがなぜ未だに人間界で魔法少女としての仮装されてんのか、とか、なんでジャヒー様のお住まいにたまたま いらっしゃって、鉢合わせするのかと。なるほどね。魔石をめぐって惹かれ合うんだな。魔石を探してる魔族と、回収して回ってる、あの魔法少女さんがね。そうすると、ドゥルーさんね、過去に遭遇してないのかと、思いますけどね。あの、ドゥルーさんの切れた時の、ヤバそうな魔力が発揮されて、で、戦いんとか、なったりしなかったんだろうか。とかね、ありますけどね。ね、わかんないですね。次回かな。次回どんな話だろう。 勝てそうもない。うん。今回その筋力の強さ。筋肉の筋肉による筋肉のための筋力はね、どっかの桃色魔法少女さんとそっくりなぐらい、なんで魔法少女の皆さんってそんな強いんすかあらゆる意味で。魔法なだけで相当強いでしょ。なんすかその筋力はっていうね。いうぐらいね。もうあの人とため張るぐらいじゃない今回チラッとお伺いしたあの強さはね、という感じでしたけど、だから勝てないんでしょ そゃそうでしょうね。まあ、これはね、わかんない。あの、ジャヒー様は、当然強いから、魔界のナンバー2になられたんでしょうけど、それ以降は、そういう戦闘は、部下に任せてたから、ご本人は、もう戦いとか忘れたんですかああいう時にね、相手がわかってないところをわざわざ自分から名乗る必要ないんですよ。相手に、見知らぬ幼女と思わしといて、油断さしといて、まあ、例えばだけど、まあ、魔石が困るか。 おばあちゃんの形見なんですぐらいの敵と。<laughs> でもね、あの、どっちにしたって、これ、いや、これ私のだからと言ってしまえばそれまで,ですよ。ね、今回はたまたま未遂に終わりましたけど、あれ取ってったら本当にね、ただの強盗っすからね。とか言っといて、一旦お借り願っといて、後をつけて、で、住処を特定して、情報収集でございますね。からですよ、ジャヒー様。まあ多分そういうこともされず、なんで、勝てないと。 いう感じなんでしょうけど、ただ勝てないということは、なんか困るかな。今のところ、だからそれもあって、こっちが強くなるまでは正体隠しといて、なんですけど、まあ、正体バレる前になんか勝てないと困るのかと。まあ、とりあえず魔石集めに背を出してかな。あと、他の人ね。まあ、他の一つだっ,って、うん、ドゥルイさんか。サルワさんはわかんないけど、ね、やっぱりあるとしたら魔法少女さんに対しては、 手を組んでジャッヒーを倒そうぐらいの感じになりかねないしなーっていうね。ドリルさんを呼んできてかな。ま、他にもね、いろいろ今回分かったこととか、やっぱ魔法少女さんは、本当に魔法少女っていう、なんすかねあの魔法少女っていう職業ですかご本人もね、そうおっしゃってるってことは、じゃあ魔法少女っていう、何かそういういつの間にかできている職業というか、なんですね。ま、その辺もね、今後出てくるのかとか、 今回の中にもヒントありましたけど、あと魔法少女さんの前触れのように出てきた、あの、数学の先生か、とかね、ジャヒー様のあの格好は、やっぱおかしいんだなとありましたけど、まあ他にもね、いろいろあるんですけど、その辺はまた、前回から今回までの間にありました、もろもろご紹介した後に、また振り返っていきましょう。まずですね、えー、前回の、その、今回出番0秒のサルバさんなんですけど、あの、声真似ね、 あれがですね、口調の声の調子もサルワさんなんだけど、声の、声の、なんていうんですか声の素材の部分は大空さんっていう。なんで、最初は、お、大空さんがこんな声真似をされるなんて貴重だわと思ったんですけど、いや、ちょっと待って、これは、小松さんがあくまで大空さんっぽく喋ってんのかとかね、途中聞こえるたびに、あれどっちだこれってね、なりましたけど、あれは、 声に出してる方は大空さんなんですって。大空さんご自身がツイートでおっしゃってって、これをね、またフォロちゃんのアノンの連中がよくこんなところまで見てますよね。声優さんのツイッターとかフォローしてんだなだから何人かはフォロワーの中にフォローちゃん民がいるんすよ。アノンがいるんすよ。あいつら。潜伏しやがる。これ私ね、あの、フォロちゃんの邪神ちゃんスレで、邪神ちゃんフランチャイズのラジオドラマ、YouTube で配信されてる。 あれがフォーチャンで訳されてんのを見て、こんなところで野生の翻訳家さんがラジオドラマの翻訳してますよみたいなことをツイートしたらそれが公式さんに拾われた上にフォーチャンに転載されるっていうね、ことがありまして、で、アノンのお一人からここに潜伏している日本人へ継ぐみたいなこと言われまして、潜伏してるのお互い様でしょうっていうね、話だったんですけど、そうなんですよ。大空さんの Twitter から拾ってこられてって、なるほどなるほど。これで確定しましたね。ってことがありました。 あと前回のニコニコ動画にあげた方の動画にコメントをいただいております。前回のは遅くなりましたね。まあいろいろあったんですけど、一番大きいのは夏休みボケですかね。夏休みの時はね、いくらのんびり作業してもまだまだ時間があるわいいみたいに、誰かさんみたいに思ったんですけど、夏休み終わったらそんなわけはないんですよね。ただね、感覚だけが夏休みのままという。で遅くなったんですけど、そのアップしてから、 現在までのわずかな間にコメントいただきまして、ありがとうございます。えー、うぽつと、おねぎらは溜まりました。あと、オッケーね。そう。もうこれはね、ずっと私、喉がね、まあ波はあるんですけど、なんか今日は特にひどいとか、今日は割と平気みたいなことを繰り返したんですけど、やっぱりここ2、3回はミックスしてる時に、本当にやばいと思いまして、いろいろ手配はしてますけど、 本当に動くのは、まだちょっと先になりますんで、またなんか、進展があったら、改めてご報告申し上げます。そうっすね。これなんだろ。う。あ、ジャヒー様がね、おぐるって言っちゃってんすよね。っていうね。あのくだりですね。その前回の動画で、この時点で言っちゃってますね。っていうね、コメントをいただきましたんで。あと、確かにと。あー、キャストさんね。うん。そうなんですよね。これは、今回さらにね、これはだって、ただでさえ、ドゥルさんご登場の時に、ちょっと待ってて、 大空かえの光さだけでも、ま、あすごいと確かに。大空素晴らしい。斜皮にはぴったりだと。いう話だったんだけど、ちょっと、金花まで来ると、別の話になるよなと。いうね、ザざザっと。してたんですけど、それに小松さんと、今回上坂さんでしょっていうね。なんですよね。ま、あその辺の反応もね、ちょっとあの、毎回ね、特に大空さんの反応とかご紹介すること多いんですけど、この作品は内容、ね、まあ、物語ってほどの、 物語というよりは、やっぱりスライスオブライフ。で、日常の細かい描写とか、みんなの過ごし方とか、あとそういう中で降りなされるコメディとか、あとジャヒー様はじめね、皆さんの可愛らさとか、そういうやっぱりこういう作品、すごいですけど、ガブリール、邪神ちゃん、街角魔族、ああいう作品が大好物な私とかからすると、毎回そっち方面でね、お話することはたくさんあって、大変、 ありがたい作品なんですけど、それに加えて、キャスト欄がおかしいことになってるというね、話題があってですね、今回もありますけど、やっぱり声優さんがね、すごく話題になりやすい作品なんで、今回も楽しみっすわ。あと、テレビ業界についてはっきり言ってくれて嬉しい。おう、これはよくわかんねまあ多分だけど、その、テレビ業界の胸を張れない部分というか、後ろぐらいというか、競争から逃げて自分たちが挑戦者に 立場を脅かされないような環境を作ってんのがアンフェアに映ってる。ということで、ね、これはね、まあ私自身はもうテレビ見なくなってどんぐらいもう下手すと20年いくかっていうね、私テレビ離れすごい早かったんですよ。今の10代20代はかなり自然発生というか自然現象的にテレビ見なくなってるらしいんですけど、私はね、もう周りがテレビ、勝率99%ぐらいの時、 から、私はもうだいぶ早い時からテレビ、興味なくてですね。見なくなって長いんですけど。なんで別にテレビ業界がどうであろうとそんなに関心ないんですけど。まあよく言われるのはやっぱりそういう参入障壁を早い段階に最大限構築して競争がなくなったんで、それは業界全体が無能になっていくよなーっていうね。だっていくら無能だって困んないんだから。競争相手がいないから。 っていうね、こともあるし、世の中にいろんな業界ってありますけど、その、例えば、車業界とか、医薬品業界とかありますけど、こんな不公平な、自分たちだけの優位性をまず確保しといて、みたいな、こんないろいろと、まあ、嫌われてんでしょうね、テレビ業界っていうのが。だから、こういうね、コメントとかで、トロされることがあるんでしょうけど、ちょっと考えてほしいんですよね。こんなこと言われる業界ありますっけっていう。だから、おかしいんですよ、テレビ業界。まあ、もうそうでしょうけどね。多分あのまま だってね、誰か変わらねば、みたいな。一人二人いたところでよ。ね。組織ですからね、動かないでしょうし、多分あのまま、どんどん視聴率下がっていって、広告費も今やネットの方が大きいんでしたっけみたいになっていって、なくなっていくんでしょう。もうそういう運命なんでしょう。っていうね。なんかこんな感じだと、誰にも惜しまれることなく消えていきそうですけどね。まあそうあるべきではないと思う人は、業界をまず変えるしかないんじゃないですか。まず、そのー、 とにかく致命的なのは、競争がないってことですよね。なんでね。まあそこを変えたければ変えればいいし、変わらなければ消えていくだけなのではないかと。ね。取り立て。ね。あれ完全に原稿の取り立てですよ。いつからそんなことになったんですか漫画家さんと編集さんが、本当はおかしいのに、あの場面で違和感が全然ないっていうね。あと最後に、おと、おねぎらいを賜りまして、皆さんコメントありがとうございました。というね、ことがありましたのと、あとですね。また三角コンプレックスなんですね。 ジャヒー様はくじけないの、このね、タンってやつね。まあ、あジャヒー様が過食ってことで、いろんな言い方がありますけど、ブラウン・グルーとか、ターンド・デーモンとかね、ありますけど、えー、タン・デーモネス。はぁ、そういうんだ。なるほどね。あの、ウェイター、ウェイトレス。みたいに、女性の悪魔用の言い方があるんだ。ガードがガーデスになるみたいに、デーモンはデーモネスか。えー、反連でいいんだ、ヒューマン・ロールド。 人間界で駆られるというね、記事がありまして、本当やっぱこういう、その、オタッ系サイトというか、オタッ系ニュースサイトというか、アニメ系のサイトというか、海外でのそういう情報を発信してるサイトさん、いろいろありますけどね、三角コンプレックスさんはだいぶ、多分だけど、この、記者さんの個人の趣味がだいぶ出てんじゃないかな、というね、ことがありますね。あと、リアクションですね。リアクションは、J さん、ランダムランボープロダクションさん、 アニメエピソードレビュアルさん、リュウリュウさんと、皆さん順調に来られてますね。なんでね、やっぱ懸念ありましたけど、こういう政デ g シティとか、スライスオブライフコメディーショーは、リアクション少ないんだよなーとね、思ってましたけど、まあ4つあればいい方じゃないですか。ね <laughs>、ドライバーさんが1話2話やられたのは、まあやられたのが奇跡なんでしょう。というね、感じで、まあ4チャンネルさんね、ありますんで、この後拝見していくのが楽しみっすわ。あとディスカッションですね。 サルワさんご登場だったんですけどね。誰かまともな悪魔いないのか <laughs> っていうね。いや、サルワさんすごいまともなんですよ。あの、すごい真面目だし、お行儀がいいですよね。ジャヒー様の評判を下げるどころか、方々でジャヒー様の評価を上げて回るというね、ありがとうございました。しかも家賃までついでに払っていただきまして、ありがとうございました。なんですけど、まあ、ジャヒーを倒すだのなんだの、そっち方面では完全にポンコスということなんで <laughs>、まともな奴いないのかというね、爆笑。 かわいそうな猿は、ジャヒーの評判を落とそうとしている。無理だろう。う彼女の評判は、すでにジャヒー自身によって破壊されているからね。というね <laughs>。あれ以上落としようがあるのかと。思っていたら落とせないどころか、上げていく一方と。商店街なんですけどね。これがね、まあ、よくあるのは、よくあるのはなんですかショッピングストリートですかかな。ただね、この人が使われてるのはね、コマロシャルディストリートですって。これ珍しいですよね。商業地区みたいな。 ま、商店街なんですけど、は、何もかも美味しそうに見え始めたら、お金には危険に違いない。そして最後のジャヒーが、漫画家、というね。これはね、昔は困ったらしいですけどね。漫画家ってさ、どう、英語にすればいいまあ、コミックアーティストとか、ありましたけどね。あとは、漫画が一般的になってくると、漫画アーティスト。で、最近は、漫画家とかね。声優とかね。その辺の日本語が、割と、浸透していってるかな。ね。 めんどくさいんですよね。英語だとね。日本語に慣れてる、ウィーブネスのある程度以上高いオタクになると、いちいち英語で言う方がめんどくさいと。漫画家は漫画家だというね。漫画家になるという部分。あれは漫画家本人の実体験なのかなあれはなかなか興味深い。うん。<laughs> まあ漫画家の皆さんが、その、漫画の中で描く漫画家としてね、よくある古き良き昔ながらの漫画家像ではありますけれど、まあなぜそれが、 古き良きというぐらい典型になるかっていうと、みんなことごとく同じ締め切りに追われるという経験をするからなんですけどね。まあそういう似たような経験は誰しもされるということなんじゃないでしょうか。ガポレリーゴさん。待てよ。彼女には角があるのか。これがね、その前回の飢えて死ぬジャヒーのところで、ジャヒー様の頭には角があるのかということが割と方々で結構元気良かったんですよ。ディスカッションを見てると。なんですけど、まあ、 あんだろうなーっていう人と、びっくりだね、みたいな人と、あと、ゆうたって、ジャヒー様の想像図ですから、ジャヒー様は勝手になんとなく自分の姿から想像で、ああいう頭蓋骨、想像されたっていうだけで、だって人間だってね、自分の各体の部分の骨がどうなってるか、正確に知らんでしょ。ただのジャヒー様の想像というね、だから全然正しくない可能性ありますけどね、と思ってたんですけど、結構話題になってましたね。 あれがそんなに重要視されるとは思わなかったんでびっくりしました。そして私たちはサターニアのサターニアに出会った。何言ってんだっていうね。わ <laughs> かんないですよガポリーゴさん。ただ、全員、誰もね、そんなことを質問してなかったから、これが通用してるのが怖いですよね。サターニアのサターニアに出会った。はい。<laughs> まあ確かにそうなんですよね。これが一番通じるっていうね、知ってる人にはね。あともう一個ね。一番驚いたところは、彼女が彼女であるという事実。だいぶ略した言い方だけどな、これはな。私は男の子だと推測していた。はぁ、あ。 まあ全然あり得るけど、私は多分だけど、いつの間にかサルワさんは女の子だと思ってましたけど、最初はそうじゃなかったはず。なんで、どこの視点でかなと思ったんですけど、予告でね、サルワさんっていうね。うん。多分あれは、あの書き方は女の子なんだろうなと思っていたら、まあそうでしょうね。っていうね。でもわかんないですよね。そういえば。まだ未確定ですよね。そうだそうだ。まあただね、その、多分、 前回のどっかで誰かが C って言っちゃってるご自身ではおっしゃってないですよね。で、他の方も、というか他の誰からもサルバさんに対して言及ないんですけど、あの女とかなかったっすよね。うあんあ。まあ、わかんないっすけどね。まあ、実はまだ未確定かな。厳密に言えば。ま、あただ間違いないっしょ。あと男の子だと推測していたのところには、私も常々そう推測していたよ。という人と、あと彼女はサターニャの犬にいじめられるまでも、 完璧に習得していたね。というね。うーん。まさか、大空さんのすぐそばで、別のサターニャさんがいらっしゃるとは。でもね、こういうことがあるとすぐ皆さんね、サターニャ、サターニャ、なんすよね。しょっちゅう見ますよね。だって、シャミ子さんの時だってね、サターニャ思い出すわ、みたいな人いらっしゃいましたもんね。やっぱ、ああいうのを見ると、皆さん思い出すぐらい、サターニャさんは、みんなの心の中に、ですね。で、あの、角の部分ですね。そりゃそうだよ。 彼女が髪を動かしていたのを何だと思っていたんだというね。まあ、これがね、まあ、確定かどうかわかんないですよね。ジャヒー様の想像図ですからね。私はあれを髪の毛だと思っていたほどのバカだったよ。メガネをもう一個買わないといけないようだな。ねえ、反応大きいんすよね。あの、角の部分。まあ、今回またね、ありましたけど。あとは、サルワは今日そのお披露目を果たした。そして彼女のおかげで、ジャヒーは家賃がかからない無料の一ヶ月間を手に入れたようだ。 でも、彼女の名前を、ね、出ましたね。私も、自外国のところの、英語字幕、見て、あ、変わったスペルだな、と。まあ、これはその、ゾロアスター教の教典かなんか、に書いてあるんでしょう。そういう風に、彼女の名前をサラ、サルバー、SAURVA、U R v A、と、字幕にするのは、本当に変な感じだけどね、なんですね。これ、漫画ではね、とかありますけど、上の方で誰かが投稿していたが、サルラは、ジャヒーや、ドゥルジ、そうなんですよね。 ジャヒー様からしてすでに、ジャヒーなのか、ジャハイなのか、ヤヒーなのか、ヤイーなのか、ありましたし、ドルジ、ドジ、ドルジってなんだみたいな話ありましたし、それがサルバーというね、まあジャヒーやドルジと同じように実際の悪魔の名前だそうだ。なので、それをサルバ SALWA と訳した人が見逃していたようだね。それはスキャンレーションから来ているんだろうか。スキャンレーションっていうのは、あのー、 漫画をスキャンして、どっかで誰かが訳して、誰かがタイプセッティングを作って、漫画の文字を英語に、訳された英語に置き換えたやつ。まあアニメでいうファンサブみたいな感じですね。ファンが勝手に訳してるやつですね。なんで多分だけど、スキャンレーションの時に SALWA となってたんでしょう。で、それがそのままわかんない。公式ではどうなってんですかね。ですけどね。そうそう、それを見かけて納得したよ。その通り猿は、 ね、この SALWA。サルバはスキャンレーションにおける彼女の名前の訳し方とされてきた。彼らは今からこれを変えることになるのかなというね。まあ、公式ですからね。アニメは公式。クランチョロさんが今や山賊からは足洗ってまして、あたかも仇みたいな顔して商売されてますけど、まあ、その仇のクランチョロ、まあ、でもね、これは私はそのクランチョロさんの黒歴史と同時に 今期ドラゴンメールとジャヒー様がクランチローさん担当で本当に良かったなと胸をなでおろしておりますんで、まあクランチローさんのそんなことを言いながら、この作品がクランチローさんで良かったなというね、両方しょっちゅう申し上げてますけど、今は公式、片木のクランチローさんが出されてる字幕なんで、これが最も正式というね、ことになりますね。原始点ではね。で、詳しい方、詳しく書かれてる方がいらっしゃいます。漫画では、SALWA、もしくは、 SAURVA サルバの名前はサルワ <laughs> ねカラカナーがありますからねサルワもしくはサルワ SARUWA というねすごいだからサルワさんはその書き方がね SALWA か SAURVA か SARUWA かというね <laughs> いくつもあるというねまあこれでね投与されたんじゃないかとアニメが始まって投票記されているので特にスキャンレーターが この名前がゾロアスター教の悪魔、サルヴァ。ね。これは、えー、SAURVA と。なんかこの辺の話は、あれですね。あの、ご中佐のシャロさんね。の時にこんな話を散々申し上げましたね。すごいあの、たったお一人シャロさんのお名前をめぐってね、長大な議論がありましたけど、その時思い出しますわ。えー、そのサルヴァを指していることを知らなかったのであれば、サルヴァ。 S.A.L.W.A. が妥当な役になるだろう。そしてゾラスター教は中東の宗教であることから、ラテン文字でその悪魔の名前を綴る何らかの正しい、クーランクオート、正しい方法が実際にあるのかどうかは私には即座にわからないと。そうなんですよね。元はペルシャ語か。だから今のイランスは。なんでね、そもそもラテン文字、ましてやカラカナではね、両方とも元とは違うと。 つまりどちらが正しい名前のトランスリテレーションって言うんだな。御社とかですかね。トランスリテレーションと自分が思うかというところに尽きる。日本語で言われている方法、それがアニメの VA が発音している方法でもある。と、名前の由来からして本来のスペルのはずである方法と、どちらの訴え方もわかると。いい指摘だね。しかし個人的には最初から漫画の s l w a に慣れていると、 彼女の名前を SAURVA と読むのは少し難しいと。これは結構英語圏の人の方が気にする話題ですかね。シャロさんの時もね、そんな気になりますっていうね。まあこれは多分だけど、英語とかラテン文字での名前とか語句だと同じスペルの語句でも人によって読み方違うとかありますんで、スペルまで変わるともうもはや共有できないんじゃないかと。 本当に俺たちは同じものを指して話をしてるのかというね。あと、やっぱ名を正さんかの精神ですよね。定義、その名が何を指すかということをまず定めないと何も話し合いができんというね、意識が強いのか。あと日本人はね、日本語人は、ヒラガナーとかカラカナーは一音につき決まった一つの読み方しかないですから。ごく一部の例外を除いてね。なんで日本人はあんまりこれちゃんと今決めとこうぜ、みたいなね。そういう議論は見かけないですよね。 英語圏でしょっちゅうあります。あの巨大な犬は死ぬほど可愛かった。ニュースやみんなの家の大きさの犬でもごく普通であるかのような単なるビッグダーグという呼び方が大好きだ。これが日本というものなんだろう。怪獣にも動揺させられないというね。笑い。ねえ。まあ慣れてんでしょうね。怪獣もそうですし、まあ本当マイ毎期毎期ね、よく申し上げてますけど、よくこんだけいろんな魔族の皆さんとかいらっしゃいますよね。なんでまあ慣れてんでしょう。ああいう存在。 まあまた魔法的な何かなんだべ、みたいな感じになってんでしょうね。あなたにとってジャイアントゴ。<laughs> あまあいいけどね。言われんすよね。その、そう、最近ではね、この日本語でのミーもよく見ますけど、インヌみたいな感じで、英語ではね、ドッグってね、よく言われます。があなたの村を襲った日は人生で最も重大な日だった。しかし日本にとっては、それは火曜日だった。というね、そう。 立場によってその日の重さが違うという変身だったんですけど、これなんかミームっぽいなと。ね。コピペ分臭さってありますよね。なんかそんなを感じたんで調べてみたんですけど、これはストリートファイターのお話にあんのかチュンリーとエンバイソンの会話が元ネタのミームらしいですね。なんかその、 春ュリーの父親が自分の命と引き換えに襲われた村を助けたのをバイソンの側は覚えていない。で、あなたにとっては人生で最も重大な日だったろうが、私にとっては火曜日だった。つまり繰り返し訪れる何曜日かのうちの一つでしかないというね、立場によってそのたった一日の大みがか,かるというミームでした。まあ日本人にとっては西尾三治とビッグう具ぐらいは。 私は軍服を着ている人はこの間ずっと男の子だと思っていた。そうしたら、サイハイズが目に入った。あの、これはね、日本語じゃないですけど、日本語会話ではニーソですね。みたいな感じ。膝上まであるやつです。なんで、ももの高いところまであるやつ。サイハイズって言うんですって。それがバーであれば、アストルフォが話を聞くだろう。そうなんだ。アストルフォさんって、あのー、すごい有名なんですよ。トラップキャラクター業界では。 なんだその業界って話なんですけど、トラップキャラクターは、どの辺からかわかんないですけど、そういう一くくりになって人気になって、レディットには、デレシャーストラップと、トラップ変態と2つ、二つもっとあるかな探したら。ですけどね、そういうサブレディットができるぐらいファンが多いんですよ。ああいうトラップキャラクターってのは。なんで、その中で、 どの作品にご登場かは私存じ上げないですけど、そういうサブレディットではしょっちゅうアストルフォさんがお出ましになるんで、よくお名前とそのファンナルトは拝見してますね。このアニメの品質キャラクターたちはみんな女の子だ。そうなんだ。だから、まあ、サラオさんも、まあじゃあ確定かと。オープニングのあの男の子は、あ,あ、そっか。ね。漫画で2回登場しているというね。その人が例外なぐらいで、そういえばそうですよね。あの、女の子、 しおりちんさんを、のんのんびよりのしおりちんさんを思い出させるようなあの女の子と、あのー、ね、連続でご登場になるし、年格好近いから、兄弟とかかわかんないですけど、あの二人はまだですかまあほぼ全員女の人なんで、じゃあこれはコメディーファンタジー設定の政治 d c t 作品なんだね。というね。まあ間違いないっしょ。あの、1話見る前から、そうだと思って、私はね、ウォッチレータリストに入れましたよ。声がアニメトンボーイ。 トンボーイはまあ、おてんば娘。あとこれは、もはや和製英語なんですけど、ボーイッシュな女の子みたいな。アニメトンボーイのようだと思っていた。それからサルワが実際に女の子だと気づいてバカみたいだと思った。まあだからすごい直前まで男だと思われた方は結構いらっしゃるということですね。私が最初に男の子だと思った理由は、彼女がね、もうこの人はね、彼女っておっしゃってますけど、 彼女が私とか私ではなく僕という代名詞を使っていたからというだけなのだが、もしかしたら私は日本語の性別付き一人称について十分に知らないのかもしれない。なるほど。この辺はちょっとね、ウィーブの入り口ですよね。あの、一人称が多い、よく言われますけど、それがその人の特性とかの表現になってる。それの手がかりになるということで指標にしていたら、まあそのうち出会うでしょうけど、僕っ子という概念ね、が現れると。 あと今回はプロレスでしたけど、数週間前彼女はクレディット後の寸劇で家賃を逃れる宇宙海賊になっていたが、これもその一つのようだ。そう、今回はジャヒーが作家で、ランドレイリーが彼女の編集者、ドゥルジがアシスタントのようだ。彼女のアートワークが細かく描かれているのがいいね。先週のエピソードが延期されたことを考えると、可愛い場面だと思ったよ。なるほどね。くしくもですけど、その、延期された舞台裏が語られているかのような、<laughs> ジャヒー様が落としたからっすか。 可愛いい場面だと思ったよ。球技大会だかなんだかとの日程が合わなかったせいで遅れたことは知ってるけどね。ジャヒーの声優さんは、ジャヒーの声に完璧にぴったりだと、いくら言っても会くことがない。ガブリエルドロップアウトのサターニャが、こんにちは。そう、それな、声優さん自体も素晴らしい。私だけかもしれないが、ジャヒーとだと声優さんとキャラクターの間が非常に適合し、よく息が合っていると感じている。完璧な配役だ。完全に同意。というね、編集ありましたけど、今回も素晴らしかったっすね。 いや、完全に、まあね、一番の時からそうでしたけど、一心同体っすよね。素晴らしいっすよね。これ、運命だと思う、やっぱり。毎回。完璧だもん。もう全身ぴったり重なってますもんね。で、なぜかね、私もね、ここめっちゃ面白かったんですけど、あの、クソうまいわのところ、あれがすっごい受けてたんですよね。shit! It's delicious! <S 死ぬほど大爆笑した。なんでかわからないけど、やられたよ。とか、なんかわかんないですけどね。あの、落差かな。うまかったらクソってことないでしょっていう。クソうまいわっていうね。 <laughs> やっぱ聞かないですよね。他の作品ではね。えー、これもね、何人かの方がおっしゃってましたけど、真面目な質問。日本では本当に食べ物があんなに安いのか。ね、よくね、物価高い、物価高いって言われる我が国ですけど、これはね、よく言われるんですけど、実際に日本に住んでみてっていう動画、最近はね、たくさんあって本当にありがたいんですけど、日本に住んでみて分かった、日本のその、迷信とか、 日本に関する間違ったステレオタイプとか一つ一つ解説していきますみたいな動画がね日本在住外国人の方によってあげられてて本当に面白いしまあ誤解がね解けていくのはありがたいんだよなと思って見てたんですけどいや物価高くないよと。なんならさすがに東京とかの家賃とか高いんだけど物価はそんなでもないよと。あと高いものはその高い高いって売ってる人の祖国では安いものが急にね日本に来ると高いんで それで特に高く感じるものをあげられてるんで、高いという印象が広まってるかもしんないけど、実際食べ物とか、日用品とかは全然高くないというね、ことはよく言われてます。フルーツが高いとかね、だからよく言われるんですけど、フルーツは本当に高いですよね。これは日本人でも高いと思いますよ。品質は高いんだけど、値段も高いっていうね、よく言われますけどね。なんで、高い高いということばっかり聞いていた日本の食べ物が、100円かと。で、これがね、まあ、エンドル換算は割と、 簡単なんですけど、ワンダララと大体ね、言われるんですけど、そういう情報をご存知の方が、前回のジャヒー様が100円をどんどんと失っていくところをご覧になって、え、100円で1個買えるのみたいな。要は全部で3バークスかというね、安くないみたいなこともあるんですけど、ま、あそんなもんっすよ。コロッケつくね肉まんうん。まさにそんな感じでございます。これはね、複数の質問と、いや、そんなもんよ、実際というね、回答がありました。ですね。 そんなディスカッションですね。あとまたね、小ネタっすね。小ネタなんですけど、やっぱフォーチャーの連中って、その、潜伏先がね、だいぶ深いところまで侵入してるんで、話題がすごい、なんというか、だいぶアニメどっぷりというか、この話題ほとんどの人は通じないんじゃないかというね、ところまで話題になってるんで、そういう面白さあるんですけど、まず、昆布わかめ先生の、ジャヒー様ってジャヒー様が書いてたんだ。 という、衝撃のツイートに対して、これ、昆布は何を言わんとしているんだ彼女は実はずっと、ジャヒーだったのか、というね。で、それに対して、シーウィールは <laughs>、そう、これね、昆布ワカメ先生なんで、大体フォルチャンでは、シーウィード、シーウィード言われてるんですよね。私も最初なんだろうと思いましたけど、向こうではね、あの、ワカメも昆布も海苔も、シーウィードなんですよね。まあ、そっからさらに、 詳しく分けなきゃいけない時になって初めてわかめシーウィールとか昆布シーウィールとかノリシーウィールとか言われますけど普通に言う時は全部海藻です。一食他に。まあこれはね海藻をなに食べるのは日本人ぐらいとこれもよく言われますけどそういう海藻ソムリエの日本人から見たらいや全部違うんだよとこだわりがあるんですけどそういうものを食べる食習慣にない皆さんからご覧になると全部シだろうと全部シーウィルだろうということになりますというね ここに落差がありますが、なんで、昆布もワカメもシーウィルなんで、先生のお名前はまとめてシーウィルとあだ名されております。シーウィルは、ジャヒーを見るためだけにこんな遅くまで起きてるとか、チューパーか。チューパーは、なんでしょうね。この、まあ、兵隊とか、親衛隊とか、かなぁ。日本では午前2時とかに放送されてるんじゃなかったっけなんで知ってんだよってね。もうそれを意識しながら見てんのかと。今頃ジャパンでは午前2時かとか、 よくその出てきますよね。で、その、さらに変身で、ジャヒー様は最初から、ジャヒー様によって書かれていたのか、というところへの変身で、我々は漫画の技術的得意点に突入した、というね。テクノロジコ、シンギュラリティ、ね。最近よく耳にする単語ですけど、あと、サルワくんね。うん。サルワくん呼ばわりが、すでにね。この僕だ。サルワくんが、私を使うのか、僕なのか、常々気になっていたのが、これではっきりした、ベストボーイ、というね。 勝手に決められております。Jesus fucking Christ! 今回のエピソードでは、ジャヒーが神をも恐れぬような声を出していた。まるで VA を呼んできて、ボイスアクテルですね。VA を呼んできて、彼女が思いつく限りの馬鹿げた声を出すようにだけ指示して、一丁上がりにした、みたいだ。で、変身で、すごいと思わないか。大空の噴撃した感触、パニックの叫び、ボーダの涙の号泣、すべてが天使のハープコードのようだ。また、サルワがジャヒーに変身した時には、 声の高さを少し変えたり、話し方を猿話風にしたりしているから、実際にそれがわかるだろう。というね。うーん、素晴らしかったっすよね。大空さん、ああいうのできんだな。どっからどう見てもジャヒーだろうっていうね。難しそうですけどね。小松さん風の言い方をされる大空さんまあ、貴重ですよね。ああいうところはね。あのミート版の場面では、真剣にオーディオが壊れたのかと思ったほどだ。うーん。あそこは素晴らしいっすね。もうこれはね、 なぜか、フォーチャンではですけどね、特に、あそこの一場面の、ずーっと背後でジャヒー様が、あ,あーーーーあーって言ってる中、ジャヒー様が、肉まわに被りつくという場面だけの切り抜きがね、フォーチャンに何回も貼られてって、これを聞いてるだけで頭がおかしくなりそうだとか、一体何が起こってんだとか、怪奇現象を目撃したとかね、すごい話題になったんですよ。相当衝撃だったみたいですね。あれはね、皆さん。 私もあそこはね、前回の本当に大好きな場面ですし、よく思いつくなと、大空さんが、その、ね、そういう演出意図を、さらに効果的に、声の演技で実際にできるというところがね、素晴らしくってね。なんでね、前回やっぱり小ネタの中にも、ああいう大空さんの素晴らしい演技力というか、何力ですかあそこまで行くとね。魔力に近いような気がしますけど、そんな大空さんの素晴らしい超能力の話題が結構、 ありましたね。というね、小ネタ含みのディスカッションされていた皆さんは今回どの辺反応器でしょうかうん。板についてきたジャヒフィー様か。ねえ、だったんでね、バイトリーダーね。うん。プロタイムリーダーかなね。バイトっていうね。何バイトっていうアルバイト。これドイツ語らしいんですよね。なんでね、いろんな言語からの外来語がありまして、プロタイムジョーブはバイトです。っていうね。バイトリーダー。となられた ののバイトいいいななジャヒー様とでこれか怪しくないはねうんまあ、そうっすね。いろいろ状況というか、その、まあ、そら、おまわりさんの言い分もね、わかりますけど、お互いに誤解があるんで、その、まあ、事情聴取っすよ。ちょっとよろしいですか。ポリス沙汰になった時の、双方の言い分の正当性とか、重みとか、割と天秤がぐらぐらっとしておりますね。この辺の一連はね。まあ、あの格好は確かにね、 ちょっとよろしいですかは間違いないんだけど、もう一回ね、話聞いてんだったらね、もう終わってんでしょうか他にりないし、ですよ。なんでね、もうこれは平行線でしょ何回捕まえたって。なんですけど、通報があったんだ、とかね。だけど、通報の正体は、通報の正体通報された人の正体は、魔法少女、かと。まさかこんなところで、と思っていたら今度は別の魔法少女だったっていうね。<laughs> すごい、この下りの、一連の下りの、二点三点大忙しの、 ですね。で、別にね、あのー、やっぱり慣れてんなーっていうね、縮んでるとかね。<laughs> ま、この、ジャヒー様が、大きい時にお召しになってる服と、いつもの T シャツね、魔界復興 T シャツ、あれ両方お持ちになっていた方がよろしいですよね。ん <laughs>。これはね、ちょっとね、可愛らしいんだけど、この小さいジャヒー様が、あの、大きい時の、このお召し物だと、可哀想さが半端じゃない。<laughs> なんだこの、 これはファッションでとか言えないですよね、これはね。でね、この後でありますけど、大家さんも別に大きい時と小さい方と両方ごになって、どうということもなし、お巡りさんもあれ縮んだみたいな感じですしね。やっぱ慣れてんなぁ。まあ長いからなんでしょうね。魔族の方がいらっしゃるようになって。で、まあよくここまで念入りにご自分の墓穴を深く掘り下げられましたね、ジャヒー様。だいぶガンガンね 調子こいって掘り進んでらっしゃいますけど、あんた絶対その穴に自分が後で落ちるんでしょう。よくその自分が落ちるに決まってる穴をそんな深くされましたね。ね。というね。二重三重にフラグが確定していくというね。でもそうなんですよね。そう。完全にこの辺は、あんだけ調子に乗ってんだから、バチ当たるんでしょうと。思ってましたし、 魔界での頃の、その、安泰ぶりというか、で、さらにはそれにあぐらをかいていたことが巡り巡ってんだろうと。これはね、前々からありますけど、それが今度は風となって襲ってくると。なんでね、まあ、自業自得の面はあるんですけど、ジャヒー様はここにね、お一人で住まれてって、で、ドゥルさんね、呼べないかと、<laughs> まあ、携帯ないからってね、それの前段でありましたけど、ちょっとドゥルさんのとこ行ってね、止めてくれんかみたいな、あってもいいんだけど、それは多分、 やりたくないと。なんで一人寂しく、ねえ、かわいそうな。自業自得でもあり、かわいそうでもあり、かわいらしくもありというね、いろんな感情を喚起するという。で、店長ね、ありがとうございます、本当に店長。お世話になりっぱなしなんだけど、そもそもここに住んでんのがね、店長の計らいっていうね、店長が一緒に頼んでくれたと。なんでね、本当ありがたいし、別になんか、それで店長がね、何か得するわけでもなく、ただただひたすら、ジャヒー様のために、 看病して、てて、ご飯作ってくれてで、大家さんもね、まあ多分だけど、だんだん仲良くなってんでしょう、大家さんとは。いろいろね、薬とか買ってきてくれて、自分は孤独だと思っていた。まあね、そう、風邪の時はね、誰しもこうなるんですけど、気和になっていて、魔界ナンバー2のジャヒー様も、ここまでかっていうね、何回、何回目がわかんない、ここまでか。の、ジャヒー様が、実は周りにいろんな助けてくれる人がいらっしゃったということに、安心されるというね、 まあ、可愛らしかったですけどね。で、そこにあの魔法少女さんね。なるほどね。最初は何しにいらっしゃったのかと。なぜここが分かったっていうね。だったんだけど分かってないんだ。魔石を探してんのね。だから、ジャヒー様が魔石を探していて、で、集めたやつを手元に置いといたら、それが魔法少女さんを引き寄せると。だから、いずれは出会うことになっていたのか。うーん。なぜ魔石なのか。魔法少女と魔石まあ、自分がその、 あちこちにばらまかれる原因を作ったからか、回収かなーっていうね、ありますけどね。まだお名前もわかんないっていうね。で、ちょっとね、こういう、ジャヒー様は危ないと思われてましたし、そこに大家さんがいらっしゃって、ジャヒー様を助けてくれるっていうね。よかったよかった。こんな頼もしいことないっすわ。なんで、この辺はちょっと、魔法少女さんが初登場で、どんな人かと、で、早速、ジャヒー様と、魔石の取り合いかと思いながら、一方で、 大家さんがいざって時はジャヒー様についてくれるとか分かりましたしあと今回はね本当にジャヒー様のかいらしいところたくさんありましたんでね本編内ではその辺が反応大きいのとあとプロレスね <laughs> まあこれはねあのー、前回とか申し上げましたけど多分おまけ漫画を C プロレでやっていくんでしょうということらしいんですけど 結局、宇宙海賊やろうが、漫画家やろうが、プロレスラーをやろうが、いろんな場面とか立場での皆さんとそのご活躍が拝見できるのはね、本当に楽しいし、面白いんですけど、よくよく毎回見てみると、結局は大家さんが何かを取り立てて、ジャヒー様がそれを渡さないというお話を、延々といろんなシチュエーションと手を変え、なを変え、やってることはずっと一緒っていうね。なんでね、この辺は、 以前どっかでユリネさんと邪神ちゃんの関係そっくりだと、あと視聴者が被りまくってるということはね、お話しましたけど、まあ、やっぱりその系譜のいつもライバル同士だったりとか、同じ流れ、同じ対立構造、その中で争ってんですけど、旗から見ると本当にいい喧嘩友達でしかないというね。まあなんで今後多分いろんなおまけ漫画の中で描かれていったいろんな状況とか、 で、いろんな状況の、それぞれのバージョンのジャヒー様とか、いらっしゃるんでしょうけど、結局やってることは、この二人の居酒屋か、という話なんですけど、まあね、まだいろいろな、その、おまけ漫画のネタが残ってるみたいなんで、何が来るのかなっていうね、予想もあるんですけど、そういうところが皆さんの反応も大きいでしょうかね。なんで次回までの間に、その辺のところを、またいろいろと拝見してもらって、何か面白いことがありましたら、お話し,しようかなと思っているところでございます。っていうところですかね、今回は。 そんな感じでジャヒー様はくじけない第5話見ていきました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。